続いて、寂しがり屋を直す方法ありますでしょうか、何か対処方法ありますでしょうかってことなんですが、寂しさを感じた時に過去に助けを求めないでください。寂しくなった時って人間って不思議なんですけれども、昔の方が良かったなって思い始めるんですよ。で、昔の人の方が良かったと思うと、昔の人間関係とか元彼とか元カノとかそういう方向に行っちゃうんですよ。で、何がやばいかっていうと、いつになっても未来に向かって進み出すことはできないんですね。寂しい理由は自分の人間関係が何一つ成長していなくて新しい関係を作ってないから寂しいんですよ。だからといって過去に戻ったらどんどん未来は遠ざかっていくわけですよ。だから大事なのは、寂しさを感じた時っていうのは埋めてくれる手近な今まであった過去とかに手を伸ばすのではなくて、未来に手を伸ばしましょうと、新しい人と会いましょうと、行ったことがない場所に行ってみましょうと、それが僕からできるアドバイスです。はい。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それではバイバーイ。